はい。 今回は、えー、石田百合子が、えー、〇〇という噂について、ねえー、これを調べていきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。えー、〇〇のところは、ですね〇、えー、日、えー、韓国人という話なんですが、これはあの、まあ、皆さんにいつもお伝えさせていただいているように、まあ、日本の芸能界で活躍される方は、えーまあ、日本人ではない確率が高いというこの一つの定説がありまして、えーまあ、その可能性が高いんですよ。で石田由里子っていう方は、まあ、皆さんが ご存知である芸能界で活躍されている有名な方ですね、この人も○○なのかって思ったら真相ていうのは分からないんですけど、調べてみたらねおそらく違うんじゃないかということで、日本人の方少ないかもしれないけど、頑張ってもらいたいなと、そんなことを思いながら今回もお伝えしていきますのでよろしくお願いいたします。ままずねいいいいつもお伝えさせててただる この石田ゆり子がまるかどうかっていうのはこれってのは分からないんですよ、もちろんね。であの分からないから諦めるとかそういう話ではなくてあの日本のまあ芸能界っていうのは戦後からずっと、ねえー、まあ米国裏組織、アメリカ神話ー,ーが支配してるんですね。でその 日本の芸能界とか、まあ日本の有名芸能人に丸〇〇日が多い理由っていうのは、アメリカ CIA がまあ日本人と外見がそっくりな姿、形、肌の色がそっくりな丸日外国人を意図的にですね、手先に利用して、日本の上の方に、芸能界の上の方に配置している間接支配構造から、まあこの日本の芸能界では活躍している人が丸日外国人の方が多いっていうことなんですね。だつまりもうあの構図が決まってるんですよ。この、 例えば誰がどうとかそういった話ではなくただその構図、構,図構造というのは絶対ではないんですよね。日本の芸能界で活躍する人というのは実は日本人ではない、えー、外国人、えー、丸日外国人が、えー、多いという、えー、そういった仮説が、えー、こういった、まあ、戦後の試合構造から、まあ、出てくるんですね、そういったことを、えー、考えながらさまざ、あ、まな、あ、人を、まあ、皆さんが、まあ、検索される方とかを、えーまあ、調べていくんですが、今回の石田ゆり子というのはとても有名ですね。でまあ、こ,のこの方も まあそちらの〇〇、〇、えー、日外国人なのかなとかっていうのを思うんですが、えー、おそらくこの方は違うんですよね。この方は、えー、日本人の、えー、可能性が高いと、えー、思います。あとですね、えー、これ他の,あのリスナーさんもおっしゃったんですけど、まあ、僕もね、えーまああのまあ、みんな、えー、他の方も、まあ、すごいなとかっていうのを思うんですけど、こういった〇〇、えー、の話を調べるんですが、 どうしてもわからないことっていうのがあるんですよ。ていうか、どうしてもわからないものが結構多いんじゃないかなとかと思うんで、だそういったときは、このように考えていただければまあいいかなっていう一つのまあえー、まあ考えをお伝えさせていただくんで、まあ、その検索窓にね、例えば何々は丸日なのかっていうような話で、わからない結構わからないこともありますからね。うん、で 日本の芸能人には、ハイノリっていうものがありね、本当のことがこれ、わからなくなってる、こういったことがあります。これ、イノリっていうのがまず何かっていうことを考えていくんですが、先ほど言いましたが、まあ、日本の芸能人、あるいは日本の有名人には、丸日、外国人が多いっていうことなんですが、丸日か否かっていうのを判断する際に、 まあ日本の機関というかまあ日本国政府かなそういったところがえまあそういうものを判断、判別するものにですね官報というものがあるんで官報に地化情報が載ってるんでそれを調べてみたらまあどうかなっていうような話なんですよ。 あの漢方の帰化情報から例えば誕生日が同じあるいは名前が同じと、えー、いうことであれば、帰化人、えー、丸日帰化人の、えー、可能性が高いと思うんですよ、しかし全員が漢方に出てないんですね、それはなんでかっていうと、えー、その難しい、えー、あまり聞き慣れない言葉だと思うんですが、ノリっていうのが、えー、ありまして、ね、この石田瑠子がどうかっていうのは別、でこの方は多分違うと思うんですが、あのー ハイノリって何かって言ったら、まあ、外国人がですね、まあ、日本,語日本の,まああの戦後の、まあ、混乱している時にまに日本に来てそのまま戸籍を取得してしまって、まあ、日本人になりすますっていうそういったものなんですがこれで来た場合、ハイノリで来た場合わからないんですね、でこれっていうのはこのハイノリの背後に、えー、アメリカ、シ、えーマレイがおりますだからよくこの話をすると丸日だって言うんですが丸日かもしれないけどシーマレイが後ろで糸引いてるんですよ。 さっき言ったまあ日本を支配する際にまあそっくりな外国人を使って日本を支配したいんでその外国人をハイノリって言ってね日本人から戸籍を取ってそのまま日本人にまあ成りすますえっていうようなことでそのえ成りすました人間をえ日本国内に配置してですねそこから日本を支配していくっていうえその支配構造なんですねだからアメリカシーマレーがえーまあ裏側におり えー、その背塗りに、えー、まあ支持しているというか、えー、まあなんていうのかな、えー、まあ、指図している、そういった、えー、可能性ですね。で、えー あのもちろん日本のマスコミっていうのもこういったことを一切報じませんね日本のマスコミっていうのは CMRA の,の参加機関にありますのでイノリを答えないあるいはマスコミ関係者にもこの灰の、えー、まの人間がいる疑惑があるということですねつまりはぐるっと回って、えーま、日本というのの上にですね、えーま、ちょっと説明が難しいんですが、ま、日本というものを、ま、平たくね、えーまうん、なんていうのかなうんまあ 道路としたら、そのそれを全部見渡せるところにこのアメリカ CMA がいると思っていただければいいんですよ常にだから上,上にいるんですよ。でその例えば、道路と,、えー、とまあ上の間にその丸日外国人とかがいると、でそういったところにこのリで国籍をうまく入れている、そういったことですね。だ 日本を仕切っているのは裏側から、わからないように、戦後からずっとアメリカですね、米国裏組織、アメリカ CMA、その傘下の手先に丸日、外国人を、えーまあ、手先に起用して、手先に利用して、日本を支配しているという、そういったこと。だから、 日本の芸能界っていうの構図、構造が決まっておりね。うん。あの、日本人ってのは頑張ってもなかなか、えー、上に上がれないんですよ。有名にはなれない。実力はどうかそういう話ではないんです実力が、えー、あるから有名になる。そんな簡単な話じゃないんですよ。むしろ実力がなくたって、そういった例えばシーマレーから後ろからプッシュ、えー、あるいはですね、えー、広告でうまく使ってもらって有名になる,ななることにってそこからね、えー、波に乗って上がっていくってこともあるんですが、日本人にはなかなかそのチャンスが、えー、来ない。 芸能界っていうのはそういう世界だと、まあ、僕は思ってます。他の方も思ってるかもしれないんですが、実力はどうこう。もちろん実力っていうのも大事だと思います。ただ実力だけではどうにもなりません。後ろから何かワンプッシュ、ツ、えー、まあ、2 2プッシュ、スリープッシュ、あるいはです、ね、人脈、裏から使ってもらう、えー、バンバン宣伝してもらう。そういったものの力が後ろから働く、えー、ことによって、裏から見えないワン、えー、プッシュっていうか、まあ、売り出してもらう力ですね。そういったもの、だから売り出してもらう力、あの推薦 される力メディアに出る回数、そういったものがですね複合して、徐々に徐々にこう人々に認知されて有名になっていくという裏の構造があるんです、そこの構造に日本人が乗っかれないんですよ、丸日だったり、まあ、シーマレーが押したいものを押す、だから僕らが見る有名な人というのは日本人ではないと、まあ、そういった可能性が出るんですね、まあ、石田ゆり子はどうなのかということを考えていくんですが、でこの石田ゆり子がですねこの丸にか否かていうのを考える。まあ、材料として人々がその検索窓に入れ 入れるものっていうのがいくつかあるんでそれをちょっと僕もね、えー、まあ入れて考えてみました石田ゆり子の事務所は、えー、どこなのかとでこのことから、えー、丸に近いなかと判断できるのかっていうことを、えー、まあ考えていくんですが、えー、どこの事務所にいるのかなっていうことを調べてみたら、えー <coughs> あもともとていうか、昔は、えー、ボックスコーポレーションという、えー、事務所にいたみたいなんですが、えー、その後、ですね、えー、そこを辞めたと思うんですよ、であの妹ですね妹の石田ひかりと一緒に、なんていうものかちょっとわかんないんですが、えー 風鈴社っていうのかな、あの風に鈴に社っていうね、そういったああのまあ、会社、まあ、芸能事務所を立ち上げて、石田百合子っていうのはあの社長なんですよね。で、その、え自分で、えーまあ、自らタレント業をしてる傍らですね、芸能人をしてる傍ら、え芸能事務所の社長もまあ兼任してるっていうことなんですね。うん。まあ、ただこれだけではね、えー、丸一かいなかっていうのがわからないから、例えばその所属事務所から、えー、どうなのかなっていう、例えばそれにね、えー 近い人とかが多くいるところだったらどうかなとかって思うんですが、まあ、ちょっとあのまわ、あ、からないと、有力な手がかりではないと、でもう一つ、今度、これあの、まあ、手がかりはこれ妹なんですが、えー、妹のですね石田ひかり、これ、結婚してるんですが、この、えー、結婚相手がです、ね、ちょっとこれ名前が難しいんですが、来部慶斗。えー この人物であり、この石田光はですね、久留米光となっていると、ここに手がかりはないのかっていう話なんですね。これはなんでかっていうと、丸日同胞同士の結婚だった場合は、そこから家族も丸日であるっていうふうに、そこそこに考えていくんですが、あの、これがね、えー、非常に難しいんですよ。ただ考えると、これ違うんじゃないかなとかっていうのが思うんですよね。あの、石田光がですね、結婚した相手、結婚、 相手旦那っていうのが、ですね久留米慶っていうまあ、NHK のプロデューサーっていうことが分かってんですよ、でここがあの苦しくなるんですが、えこの久留米慶のクルベっていう名字が、なかなかこれ、日本にない名字だから、実はここから丸日にとかと思うんですが、どうやらそうでもないみたいなんですよね、あのー、この久留米慶の実家が三重県のお寺っていうことなんで、えー、まあ、日本人のえ可能性があるっていうこと。うん、まあ うん、まあ僕はそ,そう、えー、とったんですよね、うん、その久留米系の実家は、えー、金蔵寺っていうことがわかってるんですよで、えーえー、石田ひかりは久留米系と結婚したんで久留米ひかりになったっていう、えー、まあそういったことなんですねまああのー、まあ僕は今回は今回はっていうか石田百合子はまる、えー、ではなくまあ日本人であると思いますけどまあ、その久留米っていう名字も、うん、でまあ <laughs> 皆さんちょっと鋭いかもしれないから、まあ、その鋭い方には、まあこうかなっていうのもあるんですけど、えー、この、あの、K っていう字ですよね。 くるべ K の K っていう字。あの、小室 K の K もそうですけど、この K っていう字多分あんま日本の字じゃないと思うんですよ。くるべじゃなくて K の方ね。土が2つ並ぶやつ。うん、その字。そっからもしかしてっていうのも思うし、あとこの NHK っていうの、これがね、NHK っていうのは戦後アメリカ新話例のもろ参加、直参加機関ですから、ここのプロデューサーってことでどうかなとかって思うんですが、絶対ではないんで、まあ、えー、違うかなとかって思う。だから、あの、考えが、まあ、 な,なんて言うんてうですかね、えー、まあ二分割っていうか大きく分かれていくところは、例えば証拠、根拠っていうのはないけど、まあ、その僕はそれち,ょちょっと違うんじゃないかと思ったんですけどまあ普通に実家が、えー、まああのー、ね、えー、金蔵寺というお寺。うんで まあ、あのー、まあ、実家で、えー、まあ、結婚して、えー、まあ、お寺で結婚したたってことで、まあ、日本人かな、とかと思うんですが、えー、裏を返して、逆を返していくと、K っていう漢字から、もしかしたら日本にはあんまない、えー、名前、小室 K ね。うん、小室 K ってあのー言て、言っていいかわかんないですけど、KCIA っていう、えー、韓国のおそらく、えー、そっち側の人の可能性がありますから、あの人同じ字ですよね、K。もちろん証拠はないですよ。ただ、そういった疑いがある。あと、NHK っていう番組、えー、これ、あのー、 CMA の直参加期間で丸日がゴロゴロしてるってことよく言われてるんで、そうでないと上に上がれないとか、そんな話もあるんで、NHK のプロデューサーがもしかしたらそうかなと思うけど、僕はちょっと違うんじゃないかと思います。あともう一つですね、こうあのえー、なんていうのかな、その話に出るのが、 あの石田ゆり子の父親がですね仕事で台湾に行ったとここからですねこの話がまあ出たとも取れるんですよ、石田ゆり子プラス丸日、あるいは丸日外国人という話なんですが、父親がですね外国に行ったことからこの話がまあ出た、そこからですね石田ゆり子は丸日外国人なんじゃないかという話なんですけど、 これを調べていくと、石田ゆり子の父親っていうのは、まあ、仕事で台湾にいて、台湾にまあ数年間住んでいたってことは分かってるんですよ。おそらく、石田ゆり子も台湾にいたときに、えーまあねえー、いるんで、えー、まあ例えば中国語を話せるようになったと、台湾にこの住んでいたときね。えー、ではまあ中国語を話せると、例えば、えー、丸日中国人なのかとかって言われるんですけどおそらく多分そうではないと思う。もともと日本に生まれていて、仕事の都合で台湾にいただけだと思いますね。うん、で、えー、まあ 石田り子と石田ひかりていうのはこの台湾の時に水泳をしていたって姉妹揃ってねで台湾の水泳のナショナルチームに入っていたっていうことなのでめちゃめちゃ水泳がうまいっていうことなんですね、で石田り子っていうのはあのー、水泳でオリンピックに出れるかもしれないほどうまあ、上手かったっていう人なんですよ、まあ、実際に出てはいないと思いますしあのただ、ね、今は芸能人で活躍されてますがこの当時、石田り子っていうのは水泳のインストラクターになろうとしたとかっていうことも言われてるんで。 まあ水泳好きの、えーまあ、女性だったとでこういったことを、えー、総合的に考えると、えー、石田ゆり子は、えー、丸日ではないんじゃないかと思うんですよね。であのまあ、皆さんにお伝えしてますけど、日本の芸能界で活躍する人、上位の人は丸日が多いんだって、絶対全員が丸日ではないんですよ。日本人もね、えー、少しっていうか、まあ、まじるんですよね。うん、ただ あの日本国内でいる日本人と丸日の数のバランスを考えると、えー、全然、ですね、えー、丸日の方が少ないんだけどその少ない人たちが、えー、上に上がっていくとこれってのは意図的に何かがあるよねっていう話でそのあの米国裏組織の、えーまあ、推奨、推薦があるんじゃないかっいうことなんですけれども今回の,この石田ゆり子っていうのは、えー、丸日韓国人ではない、えー、と思いますの、ね、で日本人であると思います。 石田ゆり子という方がこれからもね、芸能界で頑張って活躍してもらえたらなと、まあ、僕はまあ思いますということで、まあ、リスナー様、この石田ゆり子が〇〇っていうことも、これもあの一つっていうか、まあ、検索される方がいらっしゃる内容かと思ったんで、ちょっとあの僕なりに思うことを調べてお伝えさせていただきましたということで、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まままで聞いていいててたただきまししありがとうございました失礼